さあ始まりました、コーデー好きのサンキューチャレンジ。この番組はゲストの方とミッションにチャレンジをして、ミッションクリアでポイントをゲット、3ポイントを獲得するとグッズを作って皆様にプレゼントするという番組となっております。前回はですね、見事クリアしまして、グッズ2つ目をゲットできましたので、今回はゼロからのスタートとなりますが、頑張っていきたいと思います。本日はキコーナー松戸店様からお届けさせていただきます。ということで、ゲストの方をお迎えします。こちらの方です。おはようございます。おはようございます。どうも、パチンコ必勝ガイドのたまちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶり。いや、本当ですてか、なかなか2人きりなくないですか。そうだね。よろしくお願いいたします。お願いします。なかなか共演ができないんで。そう、嬉しいです何しゃべろうって、いろいろ考えてて、はい、そう、多分ね、パチンコ当たるよりもあの喋る時間の方がめちゃめちゃ長いと思う。この番組、うん、そういう番組なんで全然大丈夫です。OK、あの、はい、背景パチンコみたいなので背景なんだ。背景パチンコ、パチンコも映りつつみたいな感じなんで、全然楽しんでいただければと思います。はい、本日ミッションが2人で 33,333 玉出すんですけど、うん、デフォルトじゃなくてリザルトの合計でいいんで、うん、なくはないです。まあ450発だとしてもだよ。はい、単発ですね。あれ100回あれ、それは無理か。計算できないね。やめとこう。ほらやめとこう。純粋にまあ2人でね、行けます行けます。2万発とか。そうそうです。行けます。行けるね。はい。ってことはあれか、そのリザルトを足すから最終的に玉がちょろっとしか残ってないにしても。なくてもいいんです。まあ、こんなこと誰か2万発でしたで、乗り打ちしますか、いつも。普段しないですか、あんまり。私はね、全然ね、どっちでもいいの。基本でも、はい、なんでしないかというか、するのが少ないかっていうと、私、はい、本当に好きな台を好きなように打ち散らかすから、文句を言われたくないみたいな。なんでそれ打ってんのって言わないですよ。言わないよね。言わないです。じゃあ、どうしますか。やっちゃう。やっぱ協力し合った方が間違いない。ということで、じゃあ乗らせていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では早速実際に行きたいと思います。頑張ります。はい、いっぱい埋まってましたね。ねえ、本当だよ。エヴァとか埋まってたので、我々は天才バカボンから行きたいと思います。大丈夫、天才だから。あ、そうですよね。ちなみにバカボンはよく打つ？導入されたての時は結構打ってましたね。面白いよね。面白いです。結構私も出した記憶があるけど、遠い昔だな。ただね、はい、ゆずき、もう実戦が始まったから言うけどね、はい、私すごい負けてるんだよ、2022年。ほう。本当、あの、とんでもなく負けてるの。ごめんね。あ、全然大丈夫ですよ。すいませんでした。全然、あの、あ、じゃあ上半期は不調だったと。ねえ、聞いたよ。え、天才いたよ。いや、まだわかんない。バカボンってほら、あ、ま、私今そうですね、確かに。でも、これで一応リーチにはなるよって感じか。キスズからで、あ、ダブル。あれ、ダブル珍しい。白熱、白うなぎ抜いてくれ。赤、これが来たら当たってもおかしくない。あ、ダメだ。ごめんなさい。テントウムシとかだったら。そうだね。あと、このボタンで使われたりすればね。ぴょん。一応スペックを紹介すると、はい、319.7 分の1で大当たりでございます。はい、突入率が 75%。 いいですね。まあ、でもへそからでも1500取れますからね。そうなんです。で、まあ、2段階ございますので、右打ち中に突破できれば長めのラッシュがもらえるよっていう感じなんで、一番いいとこだね。そうです、突破したいですね。1回は突破したい。超特訓やりたい。でも、なんかその他の突破系よりかは、私の中では突破しやすい。あ、確かに突破できる気がする。で、最初のところで60ちょいなんで、継続率が 64% か、うん、なので、そこで耐えて 81% に持っていくっていうイメージですよね。まあ、ただやっぱ319だからさ、当たらないというかさ、うね、あるからね。そうなんですね。そういうのがね、
続きまくって、私今年めちゃめちゃ負けてるの。ちなみに具体的に聞いたらどれくらい？ですね、まあ、先月6月ですね、はい、6月の1ヶ月の収支の方が、はい、マイナス42万8千円。逆ボーナス。やばい。1ヶ月でですか？いや、そう。やばいよね。びっくりした私も。で、年間で考えると、はい、まあ、もうすぐ帯が見えます。そうなの。取り返しましょう。白があったけど、全然目押しして。はい、ちょっとずれてるよ。あ、だ全然ちょっとずれちゃってたからね。そうですね、ちょっと掴めてなかったです、癖を。私も3月までめちゃくちゃ負けてたの。50万ぐらい負けてたんですけど。3月の時点で。そうですよ。地獄を見たんですよ、1回。いや、それは地獄だね。でも、戻しました。今年嫌だ。え、すごいな。6万発と、リゼロで6万発と、あ、一撃5万発です。あ、一撃4万発と、いやいや、すごいわ。もう1個ですね。今年やばいんですよ。その波の荒さ、それがたまらない。こういうことがあるんですよ。あるね。あるんで、楽しくなっちゃう。もうだって、こんなに、なんだろう、働いて、マイナスで、うん、もう、旅行行った方がいいよと思って。気分転換で沖縄行った。沖縄いいよね。いいです、大好きで。え、っていうか旅行結構行くの？いや、あんまり行かないです。そうだよね、あんまりイメージないから。沖縄ぐらいですね。なんかゲームしてるイメージだから。あ、そう、基本家から出たくないです。あとゲームが好きなんで、旅行行くとゲームできないなって。そうだね。そう、そうなんですよ。その時はスイッチ持ってきました。旅行中に。そう、そうです。あ、じゃあ、あんまり友達とかとも、旅行行こうぜってなんないか？あ、なんないですね。友達と行ったことないかも。友達がいない、うん、いやいや、ちょっと待って、暗い暗い暗い。ああ、いけないいけない。いるいる、いけない。友達はいるよ。なんか、だいたい友達はゲームの向こう側の友達が多いんで。会ったことはあるけど、ほとんどない。オフ会とかないんだね。ですね、オンラインでしか繋がってない人たちが。私、昔ね、何年前だ、10年ぐらい前に携帯アプリのゲームにめちゃめちゃハマって、お、暴走族のゲームだったんだけど。暴走族のゲームチーム感がすごい生まれてくるわけよ。あ、確かに確かに。ギルドというか、なんかグループみたいなやつだね。あので、オフ会した。もう集まろうぜって。すごい。めっちゃ楽しかったよ。みんなで飲もうかってなって、めちゃめちゃ楽しかった。はじめましてみたいな。その時私、めめめめめめめっていう名前だったのかな。そう、めめめですみたいな。めちゃめちゃ引きこもりなわけでしょ。そうです。お金って何に使う？一番何に使ってるんだろう。あんま使わん。もう貯金。貯金もしてないんですよ。貯金もしてないの？貯金もしてないです。まあ、お洋服買うとか。洋服もレンタルなんで。え、洋服レンタルしてんの？レンタルです。なんで2万円ちょいです、毎月。で、何着でも借りれるみたいな。何着でも借りれます。え、すごい。すごい世の中だ。そうです、だから収録とかで衣装が被らなくなります。ああ、いや、私は逆にめちゃめちゃ洋服買っちゃうんだよね。止まらない欲望が。え、たまりません、服。めっちゃたまるけど、まあ、3、4ヶ月に1回ぐらい、はい、多摩川アウトレットっていうのを開催してて、はい、友達とか、ライターの、まあ、後輩とかにあげてる。そう、家来てもらって、はい、もうドーンって出して、いるの持ってってください。参加します。ただやっぱその、私の服って、いや、なんやねんこの柄みたいな。派手、派手めな。掘り出しもあるのよ。掘り出しもあるの。派手めな。だから欲しいっていうのが被ったら、ちょっとじゃんけんしてもらったり、くじ引きしてもらったりして。楽しそう。そうなのよ。そう、ただ、引っ越しを考えてるからさ、引っ越ししたらさ、はい、ちょっと衣装部屋欲しいなと思う。あー、確かに。私、引っ越し代はパチンコで
どうにかしたい。マイナスからちょっと5万発出そうよ。そうそうですね、しましょう。引っ越しが趣味なんですよ。わかる。なんかあの物件見るのが楽しくて。わかる。間取りでしょ。あ、そうですそうですそうです。なんでトイレここにあるのみたいなとか、いやここ動線悪くないとか、すごい見るんですよ。夢膨らむよね。そうですそうです。妄想するのがすごい好きで。あれインスタやってる？あ、やってます。一応インスタでさ、間取りって入れると、出ます出ます。なんかもう夢のような間取りが出てあの広告とか出ますよね、リノベーションなんだこの家はみたいな。いや本当そうです。私だったらここあの部屋にして。あ、わかる。引っ越し趣味わかるわ。え、更新とかはあんまりじゃない？今の家が珍しくしました。2回しました。おーすごいね。いつもあんまりしないんですけど。え、じゃあ上京してきたのが18とか、はい、18ですね。何回ぐらい引っ越した？あ、それはあの男の家に転がり込むのは引っ越しという計算でよろしいでしょうか？何軒に住んだという計算でよろしいでしょうか？男の家に転がり込んでるときは自分の家あった？なかったですね。あ、じゃあそれ入れていいよ。あ、入れていいですか？入れていい。自分の家だもんそれ。荻窪。え、いいとこ住んだね。まあ、最初あの教えてくれるの？そうそうそう。荻窪から明大前に。いいとこ住むね。でもボロ屋ですよ。あ、その前に男の家転がり込んでました、ね。亀戸でした。あっちこっち行ってます。福岡県ね。あと川崎もいましたね。川崎のおった男性も。川崎もいいね。あ、じゃあそう考えたら神奈川にも住んでたんだね。あ、はい。行ってましたね。あ、そしたらもう中野とかそこら辺ですかね。いいね。え、いろいろ引っ越ししてきて。はい。どこが一番住みやすかった？何区というか。いやでも最初の荻窪はやっぱそうだよね、のどかでした。荻窪好き。荻窪いいですよ。いやもっとなんかな、パパのタイマーとか見たいんだけどな。ママお出かけせんかな。あー最高。ひっそり暑いよ。いやそうなんですよ。あ、保留変わりました。先読みです。え、先読みです。頑張れ。2個目かな。あいいね、いいのゲットしたね。白うなぎ犬ゲットしやした。まあ、じゃあちょっと白うなぎ犬ちゃんに頑張ってもらおうですね。あ、4つ何個？4つありました。4つか。え、白うなぎ犬出て4つなんで。まあ確かにね。おーっと、おっと190回ですかね。はい。さすがに、さすがに大丈夫。これから撮って。ありがとうございます。190回。サンキューサンキュー。ナイス。1万500円。ボンボンボン。なるほど、わかりません。上から。やめて。いやだ。ああマジか。25パー取りますか。25パー取る方が難しいまである。本来はね。プライベートで打ちに行く？あ、行きます行きます。行くんだ。本当にハマった台とかは。行っちゃいますね、朝から。何ハマってるの？あのリゼロとかは。あ、朝抽選行ってリゼロ座れなかったら帰ってゲームとかあります。いやいや真面目だな。あえてそこで、まあ、一回これでとはなんない。いや、なんないですね。先読みです。当ててください。超バカゾーン。いい
ね、私が仕事しない間にズッキーが本当に半休でございます。前半はやりますので後半お願いします。いけるよ。キーホリオに変えていただいて、はい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 、あ、いけそうですね。あ、キンテロップ。いやー、その派手さがいいね。全部キンです。来ました、ありがとうございます。それ外したら私家帰るわ。あ、帰りましょう。ご飯食べて帰る。なんパコン。はい、ありがとうございます。早い、46回。早いね。持ち玉です。めっちゃ早かった、助かる。怖い。お願いします。いける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 、はい、よし、いけた、おめでとう。ナイス、やったぜ。この42回がむずいんですよね。今日のゆずっきーならいけます。いけそう。せめてテンパイはしてほしい。そうだね、青保留が一応育て育て育ってくれー。あ、止まった。リンチじゃん。いきますね。青だとちょっと不安だけど、リンチじゃない。いや、いけるでしょう、さすがに。赤欲しかったけど今の。確かに。よし、あ、大丈夫だ。あとは3分の1 3分の1取れてればイメージ。プチューンのイメージ。レインボー。よし。見えて。なんでここで水没してない。なまあでも当たっただけすごい。あ、耐えました。あ、切れればいけますね。よし、うまい。あー、頼む。早っ。よし、レインボー。超特訓に行きたい。また食べた。お、緑掘りです。いただきましたね、ありがとうございます。お上手です。耐えてます、なんとか。お願いします。3度目の正直いただきましょう。いや、あー、なんでなの。ラウンドプール昇格やばい。出会っちゃ出会っちゃ、あんまり見たことないですね。一応、先読めるじゃないけど、特訓までは持ってったけど、ゆずきの見てるとやっぱカクカクしてると。いやいや、感謝の反対出ちゃったけど。おお、よかった。出ちゃったけど、まあ、カクつく。マジローのゲーム。ある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 。パッパッパ、まあでも、今日初の白熱です。3つひっくり返るだけで全然なんか分かんなくなるよね。
あ、でもいるんだ。何個だこれみたいな。あ、鬼ヶ島に行ってくるぞ。いい震えが来てるんです。保留がな、留真っ白だもんな。うわー、出てこないですよね。今のでイメトレはできた。はい、パチンコも起きたと思います。そうね。ここで耐えてるのはマジですごい。なぜ取れない。なんで3分の1でいいんだぞ。頼む、もういいって、マジで。何年、4回目ですか。あれ、特訓開始。あれ、じゃあこれ行ったでしょ。パッカーン。やったー、やったー、やったー、やったー。すごいよー、耐えた甲斐がありましたね。本当ですね、4回目でやっと。よし、こっから本番です。ここでハマる分には全然。ああ、そうだ、うまい。早かった。なんか早かった。あと17回でした。上がってすぐ落とすかと思いました。危なかった。あと13回。引ける。はい、引けます。引けるよ。ラスト。何問題。シードだ。ガンホリューまでわからない。はい、頑張ってます。はい、1500。はい、終わってしまいました。1500玉で終了です。素晴らしいです。ありがとうございます。あとそれを約3回。そうですね、素晴らしいでございます。あと2万ちょい。ほんと何でもいいから来てくれ。ほんと当たんない時って何しても当たんない。そうなのよね。なんか一人でパチンコ収録だと、はい、もっとすいません、もっとすいません。喋らなきゃ喋らなきゃって。そう。なんかしかもどんな話をすれば、まあ、喜んでもらえるというか楽しんでもらえるか。はい。なんだろうね。なんか一人の時と二人の時では絶対話す内容って変わるからさ。確かに。いつも何喋ってるの？昔付き合ったダメ男の話してたりする。あー、女って一回はダメ男と付き合ってるよね。います？え、私はね、結構ダメズメーカー。あの、私は男をダメにする。あら、前回のヤマンもそうです。あ、そうなんだ。で、私もそうです。あれ私もそうで。だから元々はね、はい、まともな人、うんうんうん、がダメになってる。あ、わかります、わかります。仕事辞めちゃうんです。わかる。いた。あれ、なんかね、仕事を辞めちゃうっていうかね、あれなんだろうな。ちょっと待ってね、最初だけ探させて。え、なんか落としたよ。いや、でも先読みないです。あ、先読みなしのバカゾーンです。ごめんね、3枚目になっちゃうわ。あ、全然使ってください。行ってくる。でも私が頑張れば。お金をぶっ込むのは得意です。これが来なければ。はい、はい、はい。ちなみにダメージを作ってしまうユズッキーの好みのタイプはあるの？はい、好みのタイプ、好みのタイプというか、大前提でパチンコスロットをする人じゃないと無理です。え、本当に？感動を分け合える人じゃないとやですね。ああ。
今日ここであれ引いてああなってああなったんだよって言ってあマジでって言ってくれないと嫌なんですよ。そうなんだ。えって言われたら、うん、知らねえよって言ってそれはちょっと私ね、あんまり打つ人と付き合ってこなくて、私が打ちに行くからついてこられて打って好きになっちゃうっていうパターンが多い。そうなのよね。そこでほら、玉ちょうだいとか言われてさ、私も初めて打つ人にいきなりさ、はい、じゃあここにお金入れろやなんて言えないからさいいよ、ちょっと打ちなよみたいな感覚で、でもそれに慣れちゃうとさ、いつでももらえるもんだと思ってさ。そうなんですよね。人の金で打つパチンコほど面白いじゃないですかね。いやー私もそう思うんだけど、でもその出た分をさどうするかにもよるからね。いやー確かに、一応点滅保留からいきます。え点滅保留の先を、ね、赤保留になるじゃん。はい、一応速報入りました。これなんかダメ男の話をすると当たるっていう人物。本当に、ね、まあ、めちゃめちゃストーリーあるんだけどダメ男の話しすぎててその頃クレームくんじゃねえかなと思って当初付き合った男が俺そんなやつじゃねえよみたいな。なんともなんともです。テントウムシ、あ、マルチ、マルチありますね。え、これ先読みあったの？点滅保留だけで。あ、で最高じゃん、だよこれ。ああ、赤ボタン。やったー。え？89回。初当たり3回目。すごい。やったー。だいたいなんか悲しい恋愛話すると当たるんですよ、いつも。悲しい恋愛か。あんまりしてこなかったんだよな。あ、本当ですか。てかね、あんまりその、なんだろう。確かにショックを受けることはあっても。はい。なんか記憶の中で悲しいにはなんないんだよね。あ、なんか今が楽しいから別にいっかみたいな。そう。あ、朝ボタンです。やっぱ 75% はすごいね。お頑張りどころだね。そうですよね。1回は当てたい。かけるとだけが不正です。あ、赤保留。100はいけちゃう。いける、いけるよって、いけるよ。あ、よし。すごいな。私は今日何しに来たんだろうな。おしゃべりしましょう。おしゃべり。頼む。抜きます抜きます、急いで抜きます。しかも1個目、2個連続で引く力があれば、はい、そうですよね。33%引く力もある。簡単です。引けられ、引けるよ。33%、3本落ちてよ。虹色が見たい。よし。はい。わあ。パパ？お、すごい。やったー。このパターンは初めて。私がへそにパワーを込めてたらこっち来ちゃった。こっち来ちゃった。こっち飛んできちゃった。ありがとうございます。お、すごい。
怖いよ。耐えています。それただ合わせて2万はいってます。あと1万3000頑張ります。でもやっぱバカボンってすごいね。本当神スペックだわ。いや本当、あ終わる、あと5回だった。ごめんなさい、あ全然全然頼む。あー惜しい惜しい惜しい。ラスト10。もう一回当てられると思います、まあ、天国なんで天国分布してるんで、ね、はい、もしズッキーが、はい、まあ、これ昨日なんかその収録してたメンバーで喋ってたんですけど、もし神様が一つだけ、はい、まあなんだろう、あなたのまあコンプレックスというか、あ何かもう本当に可能も不可能にして願いを叶えてくれるなら何を願い、ちなみに何て答えたんですか。私はもうすごい悩みに悩んで、視力を、はい、一生目が悪くならない視力を手に入れるか、あとは私は不設計だから、はい、もうなんだろう、本当にどんなに何をしても全く見たまないとてつもなくスーパーヘアを手に入れる。性格も治りますか神様。うん、治る。あ、治りました。じゃあ、人見知り直したいです、ね、それはさ、自分の努力ではどうにもならない。ならないです、これは。ならないものなのか、はい、もうならないです。え、じゃあ、逆になんだろう、人見知りをしなくなる瞬間っていうのはどんなこと。顔なじみになったらしないです。何回かあって、しかも、かつ定期的に会ってたらならないです。いや、久々になんか、会ったりすると思う。敬語に戻ってる。また行くの好きだね。あ、本当っす。絶対当たんない人に好きだね。滝打たれに行きたい。ご来んでしょ、どうせお茶飲んじゃうよ。休憩だよ、これ。この間は手離せる休憩タイム。とはいえよ、かっこいい。でも、タクは言っても先を見てなくてね、白熱外してるよ、うん、お金あるかな。お金あるかな。コーダ金融ありますよ。コーダ金あるの、それ強いな。コーダ金あるもん。コーダ金融というか、もうコーダ玉があるよね。そうそうか、確かに使ってください。全然とりあえずございました。あ、全員してるけどよ、先読みはバカボンも入ってるけど、ボタン、これは3つと予想します。お、よし、正解。正解、ね、正解です。演技がいい。もう1個ボタン上げちゃう。正解したから。いやー、でもなーなのよね。いいよ、2でいいから当たってよ。本当無念です。お願い、1回でいいから天敵ホビを見てください。1回でいい。当てないのは私だけなんじゃないかって思っちゃうけど、バカボン1個来て、お願い、来なきゃ無理。あ、来た、来たの。来ま
ましたか。あら、あ、パパ先読みなかったの。なくても当たるところを見てください。はい、黒かった。あ、違う、私先読みチャンスやめたんだった。そうだった、プレミアじゃなかった。だからプレミアにしたんだ。あっという間に700が見えてきました。あ、本当。いつの間にか倍。当てたい、当てたいよ。一回は当てたい。もう一回は当てたい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、終わりましたね。いや長かったな。いや長かった、長かったですね。いや、むしろ時間足りなかったのかもしれない。確かにこの後すごい出てたかもしれないですよ。エンジンかかるのが遅い台だのかも。ショースターターなんだって忘れてたの。夕方から実践すればよかったね。そういうことですね。いや、まだ結果わかんないですけど。あ、そっかそっか。そうですよ、そうだね。結果じゃあ、はい、2人の合わせでいきたいと思います。うん、使いが13,125 玉ですね。52,500円使いました。まあ、回収が9割私な。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。全然回収が、はい、14,125 玉ということでプラス1000玉すごい浮いてます。あ、そっか、そう浮いてます。万発あると思ったけどね。そうそうです。でも千玉浮いてるんだ。浮いてます、安心してください。ありがとうございます。安心していただければと。で、ミッションなんですけど、 33,333 玉にチャレンジしたんですけども、ね、リザルトの合計 21,115。 あ、違う、21,015 ですね。いけたね。いけました。もう1当たりやれば。私が普通に、はい、まあ、私結局3番余りしてるわけだから普通に2回とか3回当たってれば一応通常でもね、はい、やっぱ1500その作戦ね、うん、あ、そうですね、そうそうそう、考えたら、いや、いけてたの。惜しかったです。いや、本当に申し訳ないです。いや、とんでもないです。いろんな話ができたんで、むしろ話しかしてないむしろそれでプラスになったならなお良しですかな。はい、そうだね、楽しかったね。はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今回は T シャツを3名様と、うん、ハンドタオルを9名様にプレゼントさせていただくので、うん、概要欄からぜひ応募いただければと思います。応募します。いや、楽しかったな。いろんな意外な一面がいっぱいありました。本当に、はい、一面というかもう3面4面ありましたけど確かになんか最初そのゆずっき今日、あ、まあ、じゃあおはよう駅だったじゃん、うん、はい、からのじゃあ実践始まります。最初ちょっとやっぱおとなしいなと思ったのよ久しぶりだから人見知りされてたみたいな。そうなんですよ。で、後半はね、ちょっとゆずっきから話しかけてきてくれたりしたから、もうこの感覚忘れないで。あ、わかりました、気をつけます。次いつ会えるかわかんないけど。いや、そうなんです、半年空いちゃうとちょっと敬語戻っちゃうとか、もうあの距離が空いちゃうんですよ。心の距離がまた空いてしまう。神様がきっと直してくれるから、うん、信じて頑張りたいと思います、はい、もしよければ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。また次回お会いしましょう。バイバイ。ゆずきサンキュー。はい、いえ、とんでもないです。